チュールがポッポー。さあ始まりました。いやあ、説明形式だよ。チュールがポッポー実況パート2やっていきたいと思います。吉川さん一人になっちゃいました。あー、これロードした時もこの声出るんやな。さて、あれと緑色の鍵を手に入れた出るためになんか来た。ヒヨコみたいの来た。多分あいつ倒したらさすがに100円くれるだろう。100円を手に入れてね、鍵を手に入れないといけませんよ。流し目ヒヨコってなんだね。何が流し目なんかわからん。ここの教室はさ、ここら辺一帯はさ、コスプレイヤーのたまり場なんかな。コスプレする対象がおかしい。黄色い鍵手に入れた。ヒヨコだけに黄色い鍵手に入れた。どこの鍵？こっち？あかん。あかん。右側だった。まだ入ってないところっていうか調べてないところ。こっち？よっしゃー。先にこっち見よう。この空いてないどっかが緑の鍵なんだろう。緑の鍵で開くところなんだろうな。あー、なんかすごい気持ち悪いところ入ってしまった。パズルか。これを赤いところまで持っていけってことらしい。あ、こっち持っていたらあかんね。ここはあかんね。こっち動かしたらダメでないか。どうしたもんか。こっちか。あちゃら。これで一旦こっちに戻していこうか。次はこっちかな。でもってこう動いてからのこっちから行くにはこっちかな。ここまで持ってきてこうだ。でもってこんでどうだ。一旦戻ろう。一つ戻してこっちかな。でこんでこっちから回り込んで混んでと。どこかで音がした。あ、これで鍵開いたんかな。どっかの開いてないところの、開いてなかったところの。あー、なんなんこの。俺テストを受けて、私テストを受けてきたはずなのにこんな謎解きさせられてる。張り紙、廊下を走るのかな。走って、はい、正解した。うーん、覚えるだけ無駄なワード。まだこんなんか。なんかパズルゲームに変わってる。あれあれ、パズルゲームに変わってますね。やな。こっちに下に持っていなかな。でもって、なんやろ。こっちや。猫も動かして、これは上からかな。ここ回り込んで、こう動かして、もう一つ。あった、危ない。このまま下行ったら手詰まりで。なんだろう。そうだね。こっちから行けんのか。こっちか。で、ここからこう行けばいいんだ。でもってな、ここ行けるな。周り、こんなあかんわ。あ、行けるわ。このまま行けばいいんだ。あ、これも行ったらあかんね。あ、どうすればいい。あ、ミスターかも。ミスターな、これ。あ、すんごい、これ。さあ、くさあ。くせろ。くせろ、もう。くせることが少なくなってきた。パズルに集中していい。どうだったっけ。何をしようと思ったっけ。どういう、あ、あかん。集中力が持たんぞ。こっちだ、ほら。こっちだったな、確か。おっしゃ。で、こっちだ。なんだったっけな。こっち行っちゃったっけな。おいっと。で、回り込んでこうだったわ。どうしちゃったかな。どうすればいいんだよ。どうだろう。つまり、どうすればいい。こう持っていって。どうすればいいこれ。ですよ。あ、こっちルートがもう変わらんかったかな。こう持っていって、こっからこう押して、こう押して、こっちから押せる、こう押す、押す。あ、ここに持っていって、こう上持っていって、あ、そうすればいいね。おっしゃ。なんか考えるの多いかいな、今回。どうぞ、パズルなんかそんなに嫌なことないのにね。こっちだ、こういけばいいんだ。こうすれば、こう押して、そしたらこっちから押せるようになるので、と。あとはこう回り込んで、左から押したらこう。おっしゃ。100円どこ行ったん？ 100 円のこと忘れとったわ。100円手に入れるだけでもめちゃくちゃ謎とかされる。つうか、鍵買うのにお金出せて。教室やろ。あー、なんか来てる。なんか来た。変な来た。団子3兄弟の長男おらんタイプのやつや。野菜だったわ。団子の中で野菜だったわ。株かな、色的に。よーしょ。お前なんか持っとうだろ。なんか持っとっちゃうか。てか100円持っとんならくれ。豆乳チャーハンってなんなの。豆乳チャーハン。
あ、HP 回復できるんじゃ。ありがたいっちゃありがたいけどさ。こういう豆乳チャーハンって何？絶対合わんだろ、豆乳とチャーハンって。どこが開いたん？ここかな？ここやな。ここ入ったことないわ。あ、セーブしとこうか。一応セーブしとこうか。そうそう。あー、またパズル。パズルゲーに変わってしまった。一パートでパズルゲーに変わってしまったわ。あ、こっちじゃないな。こっちに向かって集まるな。次にやるな。や。あ、こっちも当たることない。あかんな。あ、じゃあどうすればいい？あ、この間通ればいいか。そんでもってこっちだ。ん？なんかちゃうぞ。ちゃうな。あ、ここで、この状態で左に押して、こうすれば生きるわ。次はだ。とりあえずまっすぐ進んで、ここら辺でどうすればいいかって感じかな。ここで前進させたらあかんで。あ、やっちまった。これあかんやつや。あかんやつや。騙された。そう。ですよ。途中までは行けるわ。途中まであったわ。途中までは。ここまではあったんや。ここまでは。ここで確か、こっちに押したらこう持っていけるか。多分、ここまで持っていくんは、あの口間違ってないと思われる。どうするんだ。ここまで持っていったらこっちに回り込んで、上から押せるけん、ここから入っていけばいいんだろ。どうだろう。まあ難しくないパズルですね。オッケー。逆シーンが少なくなってきてるよ、もう。クソ野郎。あかんかったんで、確かここだったな。と思うんやけど。外に出ちゃった。外に出ちゃった。校舎から外に出ちゃったよ。外から、校舎から外に出ちゃった。ああ、もう何でもありですな。なんかおるしさ。戦闘かよ。こいつ敵なんかよ。ほら、もうそういうことで戦ったらよ。てか100円どこ行ったん？緑色の鍵結局いらんかったん？よし、倒した。100円手に入った。こんなとこで100円手に入った。何よ、いいよってこいつが思ったな。外出れるな。さっき外出てみたろうか、セーブしてさ。ピンポーン。ピンポーン。外。脱出。俺受験しに来たはずなのにな。あら、こんな木めっちゃ生えてるね。学校の活動で生やしたんかな。家がある。倉庫かな。なんて？鍵かかっとる。あ、緑色の鍵、ここ？ここの鍵もしかして。ここもドア開かんのか。で、あれ？これ室内。え？え？学校内なのこれ。いや、ちゃうわ。なんか、別のが別の校舎じゃないかな。別館ってやつかな。別校みたいな。まあ いや、とりあえず100円手に入れたけんさ、もう展開がようわからんことになってきとうけどさ。まあ行こうや、行こう。おい、よっしゃ、購入。緑色の鍵。別にこれここら辺の部屋で使うわけじゃなかったんやな。こっちだったわ。あの倉庫みたいなところと突っ切ったところのどちらかに緑の鍵を使うところがあると。そういうわけ。わかった。わかったけどシュールなことがなくなってきてるな。よし、倉庫。まだパズルですか。パズル界ですわ。ピッタンピッタン文字ピッタンみたいな感覚。俺そんなにパズルしないって言ってんのに。よし、はい、どこかで音がした。でもって、それで、あの、向こう側にあった別館が開くんだ。別館って言ってよくわからんけど、なんか、受験しに来たのにパズルとかされてるね。これが受験、入試のやつなんかな。まだパズルですか。パズル好きですね。なんなん、IQ でも高いよ。
これは一旦戻らんかったら上に持っていけんけんのやつやな。一旦ずら、あ、待てよ。だとしたらこれ、あかんで、あかんで。おい、バカちゃん。これ、だんだん向こうに持っていったら、ほら、見てきた。ほら、見てみろ。ここに、下から上に落ちるところがあるんだ。そしたら、こう、こっち側に、押せて、ここ通っていけるので、はめれる。あ、別のパズル解けてか。第2問来たよ。お前には特別に第2問をやるって。いらないよ、そんなの。これはもう何パターンのやつやな。あ、こっちにも、コインがあるんだ。でも関係ないみたい。あ、待てよ。これ下に押し、一つ下に押したら、右から押せんで、二つ下に押したら、この左のところに詰まるんか？ちゃうな。いや、いけるんか？こう押したら、ここで、上に押したら、このまま右から左に受け流す。あ、このまま押していけばいいんや。よし。で、ここに、ここで開くんだ。パズル多いわ。これがもう IQ でも測っとんか、学校側は。あれ？イベント入ってもだ。ここはどこなの？てか、すごい雰囲気変わった。春なのかい？早く元の世界に帰らないと試験に遅れちゃう。元の世界ってなん、本当に異世界に飛んできたんやな、これ。そう、誰のせいやねん。斎藤のせいか？あ、誰がいるみたい。あの人なら何かわかるかもしれない。行ってみよう。誰？変なんおるし。なんかさっきまで似たような人おったし。やっほっほー、嬉しい。マゲコって何？憧れの翼ちゃんと同じ髪型にしちゃった。明日みんなの反応が楽しみだわ。笑われると思うわ。え、なに？人間？違う、この子普通の人間じゃない。まあ、こっちからしたらお前の本家普通の人間じゃないと思うわ。なんと、なんか胴体とか肩あたりとかないようなお前。やめて、私を襲うつもりだとね。この怪物どっか行ってよ。あの、聞きたいことがあるんですが。え、日本語が喋るの？あなたは人間なの？はい。なんだ、そうならそうだが、早く言ってよ。びっくりしたじゃない。それにしても変わった人間もいるものね。驚きだわ。あの、ここから出るにはどうしたらいいんですか？私、今日ここの受験で早く教室に行かないと試験を受けられないんです。ただの高校受験がこんな世界観になってきました。どうします、あなただったら。私にそんなことを言われても。それよりも見て、これも私の髪型、翼ちゃんと同じ髪型にしてもらったの。翼ちゃんって誰なんだ？アイドルかい？このアイドルおったらちょっと嫌やけどな。てか聞くな、もう髪型のことを言っただけですか。ノーヒントですな、この世界のことに関しては。こっちに入ってはまた違うパズルがありそうなんで怖いですね。今回はこの辺でセーブです。なっちゃんはもう消えました。セーブポイントから決めました。セーブのところにはなっちゃんはもういません。過去の人間というので、まあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちゲー。